双三在明年十周年这个特别的日子，我们首先邀请到双三社办的好邻居松山国小，由松山国小太鼓堂为我们带来气势非凡的接下来我们要为各位的来宾以及长官介绍今天莅临典礼的贵宾，待会介绍到的贵宾呢也请起身向大家紹介したいと思います。紹介を行われる際、警護の方にぜひ立ち上がって皆さん手を振って挨拶をお願い申し上げます。首先我们要介绍的是来自日本爱媛县松山市贵宾世博旅客铁道株式会社长户正乐专务。それでは JR 四国矢野の総人専務挨拶お願いします。欢迎，谢谢欢迎。世博旅客铁道株式会社新浦会深签。それでは JR 四国西島聡経理ご挨拶お願いいたします。谢谢，非常感谢这个礼物。接下来介绍润泰百亿股份有限公司林玉胜副总。副总，这是什么？
接下来介绍润泰百亿 CTLink 松山店宋家刚店长。慈幼宫陈玉峰董事长。台北市松山区区公所苏石林苏施淑林代理区长。松山国小陈冠英校长。交通部台湾铁路管理局部委局长。感谢各位贵宾的莅临。接下来呢，我们还要分享一件感动的事情。台日松山车站呢，在缔结姐妹情谊呢，是需要永续经营的。在松山火车站历任的站长的努力下呢，也得以让这份情谊迈向第十年的关键哦。今天呢，松山车站的历任站长呢，也一起回到这里，一起回娘家来，要来庆祝这个特别的日子。感動的な出来事を共有させていただきたいと思います。台日松山駅の姉妹駅誘致は継続的な運動と努力が必要になります。松山駅の歴代駅長の努力もこの誘致が10年にわたって重要になりますので、今日本日松山駅の歴代の駅長たちがここに戻ってきて一緒にお祝いしに来ました。首先要介绍的是在十年前，也就是1906年，缔结姐妹站的简信丽站长。那很多呢，他是为了新生代、新代的中国接力之沙简信丽这个。1905年，赴日本签署友好协议，以及建立台铁与 JR 四国交流团的张国煌站长。疫情期间仍密集往来的黄秀珠站长。筹备此次十周年庆活动的林秀娟站长。以及现任站长叶和琪站长。谢谢。想必大家都知道《神隐少女》这一部享誉国际的宫崎骏动漫画电影。其实呢，皆様、おそらく千と千尋の神を隠しという国際的科学を評価されたアニメ映画のご存知かと思いますが、この映画の舞台は松山市東郷温泉にインスパイアを受けています。月にインジョイスなバンドの2人の先生が月の2曲を演奏していきます。1つ目は、日本の松山市を代表する千と千尋の神市の曲で、もう1つは JR 四国を作ったので列車が到着時に流れる音楽で、请老师开始。
弦的动曲，接下来还有一首是我们治疗师国列车进站的时候会演奏的。前往神隐少女的世界呢？当然，在这个值得庆祝的日子里呢，我们也非常荣幸的能够邀请到四国旅客陪到株式会社长户正二中五上台为我们致辞，让我们掌声欢迎。台湾播音盟，大家好。好。下播会。下播。JR 四国の永田でございます。本日は皆さんと共に。松山駅友好協定締結20年の記念式典に参加できること誠に光栄でありお礼を申し上げる際です。私は四国の松山の出身でありまして、このような機会を与えました。大変なご縁を感じております。大家好，我是来自于 JR 四国的常务，今天感到非常荣幸能够来参与松山站友好协定缔结十周年的纪念典礼，我由衷的表达感谢。那由于我自己本身出生于四国的松山市，所以对于能来到这里感到非常的有缘分，能获得这个机会今天与大家见面。さて、皆様もご存知の通り、台湾と日本は地理的にも近く、今日では経済、観光、文化などさまざまな分野において密接な関係を築いてまいりました。 JR 四国松山駅は台湾鉄道の松山駅と同じ駅名とるご縁により、2013年10月13日に台湾鉄道の関係者様と弊社で友好駅協定を締結し、相互スタンプラリア、ダッピング列車などさまざまな交流を深めてまいりました。那就如同各位所知，台湾和日本不仅在地理上相近，并在经济、旅游、文化等领域都建立了密切的连结。JR四国的松山站和台湾铁路的松山站共享同样的站名，因此在2013年的10月13号，我们与台湾铁路管理局签订了友好站的协定，并进行了像纪念印章的活动，或是列车外观彩绘等各种的交流活动。新型コロナウイルス感染症を経て長らく相互交流ができない状況が続いていましたが、先日は JR 四国松山駅にて台湾鉄道の管理局の皆様にお越しをいただきまして、友好駅協定10周年の記念式典にご参加をいただきました。本日はまさに10周年を記念するこの日に台湾の地で対面での交流ができたこと、大変喜ばしく思っております。尽管在新冠疫情期间呢，彼此的交流活动受到
一定的限制，但不久前台湾铁路管理局的代表们前来 JR 四国松山站参加了友好站协定十周年的纪念典礼。今天10月13号正是纪念十周年的特殊日子，我们非常非常的高兴能在台湾能够跟各位进行面对面的交流。また2020年来年の秋でありますが、JR 四国松山駅が新駅舎に生まれ変わります。新駅舎には台湾鉄道松山駅のように台湾鉄道との関係を紹介するギャラリースペースを設ける予定です。新駅開業時には改めて皆様お越しいただきたいと思いますので、ぜひ四国へお越しください。此外，明年2024年的秋季呢 ，JR 四国松山站将迎来新的车站。新的车站的预计也设置一个像台湾的松山站一样有一个一廊的空间，那会用来展示和介绍台湾铁路的连结。那等届时新站正式开业，我们能够希望邀请各位前来四国亲临现场。お住みにあたりまして、本日ご臨席の皆様の保険証と保座公記念書とともに、台湾鉄道と JR 四国が一層の友好関係を強化し、交流人口の誠に発展するであります。本日は誠にありがとうございます。最後、我要敬祝今天出席的各位身体健康、幸福美满。台湾铁路和 JR 四国将持续加强友好的关系，推动人员的交流与发展。再次感谢各位出席今天的典礼，谢谢大家。谢谢。副正二专务及新竹会总经理，还有今天莅临我们松山站我们这个仪式会场的各位嘉宾、各位先进、各位媒体朋友，大家早安，大家好。好。我们特别国外特别したいと思います。当部からお越しいただき、日本の皆様、長野専務、西村経理。そして今日現場に来れない西村社長に感謝しております。それともあと現場にあるメディアの方々によろしくお願いします。在欢迎各位之余啊，我在这边也跟各位报告一下哈，我跟专务一样哈，我是台北松山人。ちょっと報告したいと思います。私の専務と同じ台湾の松山区出身でございます。啊，回想在50年以前啊，我上学的时候就是搭台铁的列车，都在松山站进出。50年前，小学生考的时候，まさに台湾的鉄道から今乗って通学しています。那时候的松山站呢，是一个日式的木造的站房。その時の駅舎は木造で。那所以现在我到四国，我们 JR 四国的松山站看到那边的站房的时候，啊，我都非常有感觉。なので JR 四国の駅に行った時にすごく懐かしい思いが浮かびました。随着时间的这个进展啊，那松山站啊也伴随着台铁啊。展现了我们的一个进步啊，从原先的这个站房呢，到地下化的临时站房，然后到现在啊，我们这个完成地下化以后，我们松山站的这个规模。で、時間の流れに伴って、台湾の松山駅も様々な変化を迎えました。昔の駅から、地下化になって、で地下化もまた今の様子になってきましたので、素晴らしいことになります。我们也新闻啊，JR 四国的松山站呢，明年会有新站房的落成。我们非常期待明年我们能有机会去造访。と先ほども専務からも聞き、2024年の秋に新しい駅が生まれ変わりますという話を聞きました。私たちもすごく期待しておりまして、でぜひ来年もJR 四国に伺えればと思います。那除此之外呢？我们也希望啊，在疫后呢，进一步跟我们 JR 四国能够有更好的交流。所以除了车站以外，我们也希望能够明年我们能够有我们观光列车的交流，以及其他我们营运的交流。
で今後の台湾鉄道と JR 四国の交流もう一歩深い交流を進んでいきたいと思います。でその今の駅だけではなく観光列車の姉妹列車を締結しようと今考えておりますので、まあ、ぜひその目標をして進めていきたいと思います。让我们友好跟我们的合作能够持续。で今後のコラボもすごく楽しんでいきたいと思います。好，在这边呢，再次感谢各位贵宾、先进还有媒体，今天能跟我们一起来欢庆我们十周年的这个活动，谢谢大家。改めて今回ご来場の皆様ありがとうございました。で、まあその今後。谢谢啊！来诠释演奏 JR 四国列车进站的音乐《濑户的花嫁》。次にもう一つの演奏が向かいます。台湾伝統の楽器で、四国の列車到着音楽瀬戸の花嫁を演奏していきたいと思います。今日から台湾の松山駅で共同展示され、台
来日の島駅の入場を世代中の旅行者を行い体験できるようになります。特别值得一提的是，松山国小呢，陈冠一校长呢，于今年六月哦，有率领学生呢远赴日本的汤竹国小来进行国际教学交流，那让这次筹备车站的活动呢是变得更有意义呢。那小学生的视角的画出不一样的松山车站呢，也十分有创意，并且具有地方的特色，凸显在地的铁道文化。在展示画作之前呢，我们也有邀请到松山国校陈冠一校长来为我们这一次的首会这项活动呢来致辞。欢迎陈校长。亲爱局长以及常务，还有各位贵宾，大家好，大家早。好。我是台北市松山国小校长陈冠一，好，非常荣幸受邀参加这一次台日松山车站的十周年的交流活动，啊，很开心我们的太古队小朋友啊有这个荣幸可以上台担任这个开幕演出，画作又可以送到日本，啊，双方交流，啊，让我们彼此可以欣赏到我们的艺术的作品。ご来場の皆様、おはようございます。私が台北松山小学校の校長陳冠一です。毎日松山駅の10周年交流イベントを招待していただき光栄だと思います。私たちの太鼓チームがオープニングパフォーマンスを務めることや、そして学生たちの絵が日本に送られ、毎日の駅の美しさを互いに楽しむこと機会を持っていることを大変喜ぶと思います。日本跟台湾有非常深厚的国际的情谊，过去两国之间也很多的交流活动。那诚如主持人刚所讲的，六月份我也特别这个跟家长、老师、学生，总共有30多位成员啊，一同到了四国跟汤竹小学交流。当两国的孩子一起上课，我感觉到非常的感动，收获也很多。那么当日的时候，日本电视台也有报道。日本と台湾は非常に深い国際的な友情を持っており、過去には多くの交流活動が行われてきました。先言った通り、今年の6月には私と生徒、あと教師と生徒の訪問者とともに日本の松山市湯月小学校に撮影、2つの学校と協力してきました。対立子どもたちが一緒に授業を受けたり、一緒に活動したりすることが私たちに多くことを学び、その様子も日本のテレビにも報道され、すごく感動してきました。我们全校的亲师生、老师、教职员工跟孩子、家长也期待未来下一个十周年，大家可以再次见面。让彼此的学生有更好的参与机会，一起看到台湾跟日本的进步。祝福大家身体健康，事事如意，谢谢。加油，加油！将来には次の10周年イベントで温めてお会いできることを楽しみにしていますし、生徒たちも夜オープンの参加機会を提供し、台湾と日本の進歩をともに見ることが期待しております。それでは皆さんのご健康をお祈り申し上げます。ありがとうございました。ありがとうございました。我们特别感谢松山坚毅的学习样貌。现在要进行画作交流，请台铁局杜维局长、日本常务正和庄务请上台。我们到这边的ステージの方にお願いいたします。首先请局长将台湾小朋友代表画作致赠长户庄务。请看前方镜头，掌声鼓励。谢谢致赠长户庄务。好，我们请看前方的镜头来做个合影。谢谢。
好，接下来呢，也请常务专务将日本小朋友的代表画作致赠局长。局长向鼓励，这是日本小朋友的画作。好，请看前方镜头。请大家就是拍照留念一下哦，这个历史性的一刻。好，谢谢。谢谢。接下来呢，我们请两位长官先留步。啊，来到我们这个松山圣诞的画作的颁奖的时间，我们先请台铁各位局长颁发奖状给小朋友代表，请小朋友代表上台，请局长颁发奖状。谢谢，请大家掌声鼓励。我们一起向前看一下镜头。谢谢。好，那我们现在呢，日本常务专务又为我们准备小礼物要给小朋友哦。好，谢谢，请小朋友抽奖。也请看前方的镜头，我们一起合照。好，谢谢。接下来呢，请各位将目光移向舞台的左前方，让我们以热烈掌声甘泉以及台铁的吉祥物铁鲁出场，欢迎。台湾的マスコット三大犬と台湾のマスコット铁鲁。お願いします。我们的神秘嘉宾现在可能很害羞哦。大きな拍手でお願いします。还没有听到，大家掌声鼓励一下，好不好？可能掌声不够热烈哦。我们的是不是在给我们卖什么关子呢？吉祥物可能就是太害羞了，还在整装。啊，去看花的，哦，拍照流连忘返。哇！这个特产哦，蜜柑，就是蜜柑泉，跟大家 say hello， hello， 好，接着还有我们台铁吉祥物铁鲁，相信我们每次在搭乘火车的时候都会看到铁鲁的这个声音。好，我们也特别准备了缔结十周年的蛋糕，要来庆祝生日快乐哦！哇，十周年的话，你可以给我用一些吉玛斯达。好，我们请这个有没有特别别具巧思的这个造型推车是什么号呢？泰鲁格号。好，我们现在请局长还有专务呢，帮我们往台下。看到我们刚刚的舞台下方。好的。神秘感觉又在害羞了，是不是？还有铁鲁，我们一起来。好，那我们是不是要来庆生一下了？我们庆祝这个迈向十周年哦。那我们请两位代表要一同切蛋糕，祝福台日金刚姐妹在十周年生日快乐。久久，谢谢，谢谢两位。好，那我们是谢谢。好，请留步，长官请留步。接下来呢，我们要请历任的松山站站长以及我们今天与会的贵宾一同来到我们的那个合影区，来，我们一起来合照留念。来，我们有限公司林副总。以及 CityLink 松山店总店长、松山区公所代理区长之李区长，以及松山国小校长陈冠英校长依次一同上台，还有历任的站长们一起上台。好，我们先看中。
来，要不要位置的话，帮我们确认一下，不要被挡住哦。好，那我们现在是不是要来一个姿势呢？我们先来比一个赞，一二三，赞！松山赞不赞？赞！好，那我们接下来呢，要比两个赞，非常赞！一二三，两只手。谢谢。好。好，谢谢大家。有没有后面的要再垫一个脚尖好了，再高一点，后面的看不到。谢谢小心，恭喜你们，很开心吗？你也可以跟两位吉祥物一起做合照哦。好，我们再让媒体接近。还有，接下来呢，我们还要邀请松山国小的小朋友拿着你们的画作一起来做合照，欢迎小朋友。等一下，我们的媒体先进也可以进去。还有一个画作，要把画作拿着哦。好可爱哟、哦！好，我们大家笑一笑哦。西瓜甜不甜？素晴らしい笑顔でお願いします。蜜柑也很甜哦。还有，如果摄影大哥有哪边没有拍照的话，可以拍照的话，可以再跟我们讲一下，我们可以协调一下位置哦。那大家等一下也不要忘记了，与会之后呢，大家可以前往我们地下一楼的车站的候站区来欣赏呢日本以及台湾。即日起呢，就在我们的松山火车站来展出这些画作。谢谢。最后呢，今天的活动。